なるほどね。うん、これね、ちゃんと言うから。あ、震えながら、震えながら。はい、今日は兵庫県田島の方まで来ました。見てください、この雪です。まだ雪が残ってます。今日はこちらにお昼ご飯を食べに来ます。なるほどね。さあ入っていきます。うわ、すごいこれ雪。あ、2個来た。はい、はい、はい、きます。あ、入っていきます、入っていきます。うわ、これ全然雪、鎌倉ですね、鎌倉の中に。で、これで小鳥焼肉を食べたいと思います。くー、楽しみ。綺麗に。もう冷てえ、ケ今日は親父が運転してくれるので、私は飲みたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。来た。どれだったかな。分からへんなるでしょ。分からへんなる。覚えとけ。今、震えながら、震えながら。はい、乾杯。乾杯。あ、うまっ。寒いけど、うまいな。あんまりいっぱい置いたら忙しいですよ。必要に。ひっくり返さなあかんし。時間は制限あるんですか？まあ、だいたい2時間だけど、多分余裕で食べると思う。はいはい、はい、これ何パン？3個。3個。これで、真冬なんか上まで上がってきれます？まあ、上がスキー場なんで、除雪はしてくれるんで。うん、サッカーですよ。履いとったら。履いとったら。日によってはあかんけど。うん、日によっては、サッカーレスで四駆の車じゃないと、あ、上がれる日がある。あ、いや、今回。これだろ、来た。あの、初めてやけど、こんな雪ある覚えへんかった。いや、これめっちゃ少ないですよ、ここ。いつもこの時期やったら2メートル超えてる。すごい。2月の上旬が3メートル近いんじゃない？そう。ここ、お兄さん、これ、何ですか？タレ？タレ。ソース？これ、塩。うん、これ、味噌。味噌？醤油ね。で、ごまだれ？味噌。醤油。だよね。で、これ何の部位食べたかもわからなくなった。わかる、わかる、じゃあ味噌でいただきます。いただきます。うん、
来た甲斐があったっていうんだけどな、うん、これ、真後ろもこれ雪ですよ、これ雪Hey.